武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、教育学部は、大問4題で時間90分、そして、理工農学部は大問5題で時間120分という形式になっています。大問が一つ増えるだけで問題が共通という形ですね、教育と理工能に関して。で、設問の形式、としてはですね、割と論述問題が多い、形なんですが、一個一個の、ものは長いものもあるにはあるんですが、割と短いものが結構多めという形になっています。で、記述、用語の記述選択肢から選ぶような問題などが出たり、していますが、あとはですね、その結構その読み取りというか実験考察で、その結果だったりとか、その、理由を分析して答えるようなもの、ですね、を、解く問題があってですね、結構その記述力だけじゃなくて読解力が試される、形式となっています。なのでこれに関しては慣れていれば別に読めば分かるようなものではあるんですけど、慣れていないといたずらに時間を使っちゃって他使う時間なくなっちゃうみたいなこともあり得ると思いますので、早い段階で過去問に触れ慣れておいた方がいいでしょう。形式として練習しておくものとしては、基礎をしっかり仕上げさえすれば、技術練習が中心になる国立向けの問題集、国公立標準問題集キャンパスや、理系標準問題集の、解説もしっかり読み込むなどでやって慣れておくという形をやっておくのが、いいでしょう。計算問題なども出ますので、論述だけやってるだけじゃなくてちゃんと問題を解く練習もするように心がけてください。以上が生物の勉強となります。